さあ始まっていきました、月の川公演ということで、ファーストチェイス誰を追っていくのか。視点はエンジニア教授の方向向いていますが、そうですね、このままエンジニアか。さあ奇襲をかけていくか。人格左下ですね。はい、鬼没、神出鬼没です。エンジニア、チェイスが始まりそうですかね。そうですね。ファーストチェイスは航空エンジニア。さあ、エンジニアにワープをしていきますが、ここは、対空をして伸ばしていきます。はい、始発でのチェイスとなります。さあ、ここでワープを使ってしまったことにより、ジェットコースター乗られるのがややきつい場面ではありましたが、まあ、ここはジェットコースター乗らない選択と。を通して読み合いになります。乗るか乗らないかの読み合いがうまい、うまい、いやーさすがにうまいな。さあ、ただここは3回目ここで鬼没。なるほど、ただワープがあるのでここは、2駅まで飛ぶことが可能です。さあうまい、いいワープ、おドンピシャー。そして解放されていないので2駅目で止まっていきますと読み合いになります。威嚇モーション使いましたがジェットで逃げる。はい、ただここは急根、さあかなりうまい、いやこれは痛い読み合いを制しました。かなりうまい、今のあれですね、当選棒がしっかりと刺さっていきましたね。そうですね、さあ近くにオフェンスが来ている、この粘着対処もかなり重要そうですが、はい、見物なところではあります。はいはい、引き上げていきます。さあ来ている来ている、オフェンス来ていますが、ここは粘着せずに、そうですね、釣ることができました。はい、その間に暗号機2台上がっています。オフェンス暗号機は 45%、 新機2台。ここでジェットをもう使い切っているので、かなりトンネル等々はやりやすいのかなといった印象です。さあ走り出しました、オフェンス、ここ当たりたくはない。さあここしっかりと持続で使ってきましたね。はい、即座にエンジニアのダウンを取りました。さあオフェンスもかなりボールを使っているので、はい、これ粘着があんまりできないと考えると、かなり白黒無常有利な展開にはなってきていそうです。はい、暗号機それぞれ5割4割。はい、ただここから救助に来なければならないので、どれかの暗号機がね、まあ、進まなくなるはずなので、この時点で4通電は少し厳しそうでしょうか。そうですね、かなり白黒無常ペースだと思います。さあここは見つけてきました、移った教授、板倒しでキャンセルしていきます。教授でもこれ強いですよね。そうですね、さあ弾いていく、黒無常しっかり合わせていった。これね、ただこう、はい、結構やっぱり合わせるのも難しいので、今の合わせたのはかなりうまいですね。さあただ打ち抜いていく、はい、さあこれで1人を飛ばすことができたので、白黒無常側も4釣りの線は全然あります。はい、その間に暗号機4台目が上がって、最後の1台高校生教授が混ぜたやつですね。はい、 43%、 ただ新規に着手しています。さあここは鬼没を使っていく。さあ今のね、恐怖を狙ったところでしたが、ギリギリ、恐怖にはなりませんでした。はい、その間に2人で暗号機を回しています。 40% いやーうまい、板の裏に隠れている、うまい読み合いです。さあ傘を構えて、教授ちょっと振り早遅くなってしまうのも厄介なところはありますが、そうですね、さあしっかりとダウンを取っていった。はい、さあ暗号機を果たして守りに行くのか。ここは傘を構えていきます。さあオフェンスは飛ぶよという声を受けて、おそらく暗号機から手を離しています。極粒子がすでに見つかってしまったので、そうですね、もしここで火だめなんてしてしまうとかなり、はい、まあ、救助的な面でかなり、ハンターが、さあここはしっかりとステインを隠して一撃刺激入れていきましたね。さあこれは展開的にはかなり、うまい崩し方をしていきましたね、ハンターさん。はい、
さあ回っている3駅目の暗号機にいたオフェンスとのチースが始まっています。さあステイン隠しがうまい。ドーム上でオフェンスの板乗り越えを仕留め切るのはすごい読み合い。そうですね、はい、さあただこの鱗が結構いやらしい。はい、さあここダウン取っていく。直ゲージもダウン、うん、これは教授の方に飛ばす。そうですね、ここ直ゲージを安定して突っていきます、はい、さあしかも地下もあるのでもしかしたら地下に行って崩していくか。さあただここは、2階建てに突っていく形になりそうですね。この間に暗号機寸止めまで完了してしまいました。はい、さあサバイバーここからどうする。さあ今のは当たらず、板同士でしっかりとねキャンセルしていくのがうまいですね。そうですね、さあ鱗も復活している。どういう読み合いになるか。サベル当てて溜め攻撃ですが、いやーお互い合わせていく。教授が強い。ただ極芸師が弾を使って暗号機に近づいて通電、3通電です。そうですね、ただ騎士会性も入っているサバイバーはいますので、ここは即死を取ることによってサバイバー、はい、ハンター側ですね、4釣り3釣りも全然見えてくるという形でしょうか。はい、さあこれで、はい、教授の方がですね、騎士会性を多分入っていると思われるので、これはダウン放置をしっかりと選択していきましたね。はい、もしかしてこれはジェットコースに乗っていく運命の武器を活用。そうですね、やっぱりジェットコースターの方がハンターよりも足が速いということで、はい、終点のゲートはすでに 90%95% 空いている。間に合うか。いや、これはかなり偉い。おっとこれはオフェンス仕留めていきましたね。ここ今傘出しだけだったら多分逃げられてたんじゃないかなっていうぐらい、今直飛びはかなり偉い判断ですね。なるほど、はいはい、とっさの判断が。はい、極限死起こしていますね、教授のこと。これで2人分居場所がバレた形になるでしょうか。さあただここ救助に来られるのが結構怖いので、椅子から離れるにはかなりリスクがある、ね、反対ゲートはまだ触っていません。2人とも二手に分かれて終点に向かってくるような動きになってますね。サバイバー見えたでしょうか今。あ、さあただここは距離が届かない。さあただこれは耳鳴りがするので、もしかしたらいい選択だったのかもしれないが、ここは極限師の居場所が分かって金神石物を使っていくと。はい、この間に教授が向かっていますが、そうですね、ここ教授向かっているのはかなり、教授の人の判断が、ポッティ選手ですね、ポッティ選手の判断が光っていきます。ボールを使ってオフェンスゲート内に逃げていきました。いや、ワープは間に合わず引き分け。なるほど、ここ引き分けか。さあかなりちょっと厳しめなスタートなのではなかろうか、白クロム上。まあただ最低条件ですからね、引き分けは。対象戦2試合目、アンジンで山ちゃん選手です。はい、おあらら、ら弱き者、弱き者、人気ですねこの衣装。はい、サムネにもなってます。さあ追うのは炭鉱車。はい、さあ炭鉱車、これ今のでね、これ確認できましたかね、うん、はい。さあランウェイを使って2階で8階、これは気づきましたね。そうですね、はい、炭鉱車持っていきます、うんうん、さあ人格が上下ですね。なるほど、上下、上下キボッツ。そして担当者は左右、うん、はい。さあここはステインを隠してしっかりと踏んでいきます。うわこれはレベル高いな。スパンを入れて残ってる猫を利用してランウェイで距離を詰めるっていう、この無駄のなさですよね。そうですね。さあ磁石一つ取っていきますが、まだ猫を使っていないので、ここから猫が使えると。はい、猫が参考者を襲っております。ここは一旦板を割ってから。いやー、うまいなー。もう一つ一つのプレーに無駄がないところがさすがといったところ。はい、
装甲車苦手って言えないよ、アンツ界のみんな。そうですね、もう僕も単行車積極的に狙っていくしかないな、はい、今度からは。そうですね、先ボツを使わずのダウン、暗号機進捗1台、セクレーションが上がった状態です。さあ、ここで患者見つかってきました。かなり早めの、目視といったところでしょうか。さあ、この猫の出し方だとこれ、救助狩りが狩りが濃厚だか、猫を完璧なタイミングで戻ってきている。いやー、うますぎる。いやもう、さすがすぎるな、本当に救助狩りが。あん、やばいな、救助狩りが。イスがやっぱちょっと強いですね、アンに。あ、走ってきてます。さ、いやー、はい、だからこれは範囲外殴り。うわこれはフラホースが猫が残っている。すぎる。ちょっと、え、うますぎん。あれ、もう当たり前のような鬼没範囲外殴りからのフラホの読み合いの精子。そうですね、完璧に利用してタッチ出てません。もう盤面崩しすぎでは。あの椅子やばいな。ねえ、やっぱこの椅子すごい強い。さあ、オフェンスが起死回生を吐いて、血芸士が救助に向かっていっています。そうですね、さあ、お、これは救助狩りなのでは。まあ、救助狩りできそうです。いや、救助狩りかましていきます。また救助ゼロの試合やる。あれ、昨日の浴客さんで終わりじゃなかった？デジャブ？なんか見たことある。あれ？タッチが出てないのがサバイバーかなり致命的。これどうしようもないですよね、もう。そうですね、これハッチも出てないので、ポティさんまだ視界には入っていないか。さ、視界には入っているけど、極限死起死回生範囲行くのが怖いって言ったところでしょうかね。そうですね、まずは患者を飛ばしきってからゆっくり起死回生入ってるオフェンスを仕留めるか。そうですね、直撃立った。ちょっと中止機持ってますね、オフェンス。はい、回復されてしまいましたが、マンゴキ残り3台にまだなっていないので、ハッチ逃げもね、結構難しいところではあります。はい、これは直撃士まだ立ち上がりません。そうですね、さあ、ここで起死回生を吐きます。はい、猫が溜まったアンに対してアイテムなしでチェイス。厳しいですね、やっぱり厳しいですね。さあ、これで起死回生を吐いたオフェンスが再度ダウンを取られてしまいました。はい、もうくる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 回ってますから。はい、これが認知1万8000の力と。はい、ここで選手がなんとか橋の暗号機を上げ、お、橋裏ではありますね。そうですね、まあ、サバイバーの方もですね、貯金がかかっているので、なんとか一人逃げを果たしていきたいところではありますが、はい、さあ、鬼没を入っていますが、ただ、猫は、はい、噛めませんでしたね、ギリギリ。はい、範囲にはちょっと今のはヤフジカさんまっすぐ飛んじゃってちょっと照れてそうだ。そうですね。あって声が聞こえたような。さあ、これはさすがに極限し、出血しまでチェイスを伸ばすのは困難。うますぎるランウェイが、さあ、連鎖猫で。いやー、4釣り4釣りです。うますぎるってどうなってる、本当に。これがアン S ランカーか。さあ、大将戦2試合目、マップコキエ村白黒無常陣営シユさんの試合から始まります。はい、さあ、これが最後の白黒陣営の試合になりますから、ぜひね、無常のかっこいいところがね、見えたらいいですね。そうですね、見ていきたいところではありますが、さあ、やっていきます。コキエ村ということで、ファーストチェイス誰になるのか気になるところ。人格特質は鬼没ですかね。そうですね、神出鬼没採用しております。さあ、人格は左上です。え、左上、ノーワンなし。ノーワンなし、いたわり3ぶり左上です。そう、このシユさんなんですけど、シーズン中盤ぐらいの時、
かなり上位の方、方にいて、かなり上位だったんですよ、CU さん。はいはい、そん時にノーワンなしのこの人格ずっと使ってましたね。無情でノーワンなし、通電後の立ち回りが結構強い印象ありましたが、はい、もうこの人格は自分も使ったことはないので正直未知数ではありますね、個人的には。さあ、ファーストチェイスは占い師を追っていく形になります。はい、さあ、いたわり早いな、傲慢なのに早いですね。さあ、キボスリー一発入れて、はい、存在感を貯めていきました。まだフクロウがあるが、そうですね、ただ傘のクールタイムがまだ上がっていないので、ここは安定して距離を取っていきます。はい、さあ、小屋に戻る形で占い師チェイスを伸ばしています。さあ、フライホイール、フライホイールで寄ってる。そうですね、さあ、フクロウでテイクガードしていきました。はい、まだまだ占い師のチェイスが続いていきます。その間に暗号機2台上がりました。ここで恐怖の一撃、はい、存在感がマックスになりましたね。マックス、すでに。わかりませんね。そうですね。さあ、ここは小屋の暗号機に移っていきます。さあ、救助に向かってくるのはエンジニアですね。オフェンスは暗号機を回しています。はい。さあ、サバイバー見つけられるか。今回ノーワンがないので、ぜひとも救助狩りをしていきたいところではありますね。そうですね。さあ、ここは読み合いため攻撃をしていきますが、うまくかわしました。残り判定で、そうですね、さあ、いいタックル来ている。そして占い師はかなり距離を空けていますが、9本で距離を詰めていきます。はい、さあ、この動きは袋が溜まっている。まあ、そうですね、袋溜まっていますね。これは小屋に飛んでエンジニア狙い。さあ、ね、ここ地下がありますね。はい、オフェンス粘着には来ないが、どういった救助を選択するか。いやー、読んでいる、うまい、素晴らしい。この読み合いを制すのはかなり大きいですね、無常陣営。はい、ここはやはり白黒無常地下かなり強いので、ここで白黒無常ドリームが見れるのか、はい、もう無常がここから試合ひっくり返すとなると、この場面ですよね、きっと。そうですね、この場面かなり刺さっていくのではないでしょうか。これが分かっているからこその確定球の選択だったと思うのですが、うまくいなしきりました。はい、動きその間に4台上がっていきます。さあ、傘を出して鬼没もちょっと感じさせながら、そうですね。さあ、しかもサバイバー陣営はの方も、まあ、試合得点、ポイントがありますので、ここはしっかりと ね救助をしていきたいところなんですが、これは救助狩りなのではなかろうか。さあ、オフェンス、さあ、ただここはそうですね、救助を読んでいましたね。鬼没も読んでいたが、フライホイール合わせていたけれども、ダウンとなりました占い師。さあ、これはもしかしたらスカドリームが始まっている。一人もうすでに飛ばしていって、極限死の救助となっております。はい、これちょっとサバイバーが話が変わってきましたね。オフェンスとスイッチする形で極限死が救助に向かってきていますが、はい、そうですね、すごい地下ドリームが今見れてますね、これは見れてますね。さあ、窓枠赤玉で、いや、これ救助難しいぞ。これはタム攻撃を避けることができましたね。ただ凶暴3つなので、ただギリギリ救助は間に合っていくと。さあ、オフェンス回復を一生懸命回しているが、はい、さあ、93%94%、ちょっと進みがやっぱり遅いですね。そうですね、上がりきらない。さあ、ただここはしっかりと板を当てていきます。まだこのポジション板は残っているので、はい、サバイバー一粘りがあればですが、さあ、ここはしっかりとダウンを取っていきます。取っていきましたね。ただここしっかりと治療をしているのがかなり偉い、はい、そうですね、うん、何でしょう、先に、はい、まりました。
ただここ3連機なので、そうですね、岩から新規、この6パーを無理やり上げてしまうのか新規を回すのか、さあここは占い師に一発入る、そして極限の姿が見えないので救助行っているの感じているか、さあ救助94%上がるか、これは寸止めができてしまいますね。そうですね、ここしっかりと寸止め作っていきます。さあ追われるのはオフェンス、その間に占い師がゲートに向かっています。ハッチスロープ下も確認できたでしょうか、サバイバー。はい、さあオフェンスのチェイス、人伸びが必要か、さあアイテムはない、アイテムはない、ここでダウン。ゲートは開きそうだが極限死が間に合うかどうか、ワープは溜まっています。さあオフェンス2釣り目、海岸ゲートを見ながら山の方に飛びますが、そうですね、ここは引き分け、ね、なるほど。いやただ地下ドリームかなり夢がありましたね今。はい、こちらしっかりと引き分けを取ってきましたサバイバー陣営。はい、いや楽しみだな、また救助狩りで壊していくのか、いくのか、そうですね。これ結構救助面柔らかい編成ではあるので、ただ墓守はかなり救助狩り難しいキャラクターの部類にはなりますからね。そうですね、さあ猫の出し方的に追うのは占い師ですね。ランデーがうまい、はい、さあ占い師ファーストチェイスに入っていきます。足跡がね見えてますからね。はい、さあ海岸ゲートの方に走っているが、旗盛りと少し位置がかぶりそうな動きではありますかね。はい、さあここですね、乗り越え加速で近づいていく。さあここの読み合いがうまい、ランウェイがうまい、うまいなぁ。このランウェイですよね、やっぱりそうですね、今のうまいなぁ本当に。目の前に岩があるのにランウェイしてくる、はい、これが21万8000なんです。さあただしっかりとフクロウを使ってきましたね。ギリギリ板が当たらない位置に立ちましたね。さあ気持ちが止まりました。これは猫もたまるのでここ使わずのダウンを狙っていきたいでしょうか。はい、うまい、いやうまいなファーストチェイス暗号機残りまだ5台ですからね。はい、しかも墓守の暗号機に寄せていく。進捗としては9割4割程度です。はい、さあこれ救助は墓守救助になりそうですかね。はい、さあ土に潜りました墓守、あるのはなかなか難しそうだが、あまりギリギリになるとスタンでの5割超え、そうですね、これは救助しないですかね。さあ9割救助になるか、もしくはまた見捨てですね、この感じだと。はい、さあ今まで救助狩りで壊してきたので、ここで見捨てはかなり、山ちゃん選手的には、かなり苦しいというか、はい、上下人格をあまり活かせないような感じにはなりそうです。さあ墓守が一応見えてはいるけれども、もう耳鳴りも鳴っていませんね。そうですね、はい、いやここで見捨てですね、見捨てを読みたいが、まあ、ここは不安が残るので一応確認といったところでしょうか。はい、完全に見捨てを選択しました。サバイバー占い師が飛びとなります。ただ暗号機かなり進んできていますね。はい、さあサバイバー陣営の立ち回りもここまではかなりうまい感じになってますね。向かうのは船、患者とのチェイスになりそうでしょうか。はい、さあ船患者どうなんでしょう。絶対に追いたくはない部類な気もしますが、そうですね、追いたくないですね。船ってだけでちょっともうきついのに患者ですからね。はい、
さあここは猫を回避してきました。いやー強いなー。これまだ存在感がね全然溜まっていないので、ランウェイが1回しかないんですよね。そうですね。ただここはガイドを使っていったので猫は帰ってくるが、うまいうまいなー、回避してきました。はい、制していきます。その間に百元子の暗号機が上がっています。墓守の暗号機も、はい、当たりかけ。さあ浸水鬼没で一発入れていきます。ここはもうしっかりとダウンを取って救助狩りを挟んでいきたいところですね。はい、さあ縦に猫を出して範囲が広がっているので非常に噛みやすい、踏みやすい狙いになっています。はい、さあここでただまあバナボドが残っていますので、これは通電までするのかどうか、救助狩り墓守りできるのかどうかがかなり大事にはなってきそうですが、あわよくば通電も潰していきたいところではあります。さあ極限師が患者のやりかけの暗号機を回して進捗7割8割と進んでいます。救助に来るのは墓守り。さあここで殴って墓守りを出す形、5割超えの読み合いにはなりそうか。さあ恐怖の一撃、さあ通電、さあフライホイールを使っていきますね。いきましたね。残りこの猫は踏んでしまいます。いやーうまい。さあこれは完全を放置して、そうですね、まだゲートも触れていないのでまだ開いてない形にはなります。さあこれは箱もとは違う形になりそうか。あ、戻りますかね。そうですね、もうランウェイが変態すぎる。さあ腕の方も意識しつつ患者の方に一旦戻る、戻りつつ適しているような動きでしょうか。そうですね、まあ、さあ患者を起こしましたね。耳鳴りが、はい、行きました。ただ存在感も溜まっている案ですから、はい、私ゲート触ってるのは極限師ということで、そうですね、なかなか進捗がまだまだ開きませんね。まあ極限師一旦ゲートから離れていますかね。これは裏向きカード読みなのか。はい、裏向きカードがあるとやはりここから瞬間移動があって、まあ負けにつながってしまうことも多々ありますので、ここはサバイバー側慎重に立ち回っていきます。はい、やはり右下だと板振りまで振る案がそこそこいるので、そうですね、閉鎖空間を確認できないとまだ安心はできない。そうですね、まだ多分閉鎖空間を確認できたシーンがそんなになさそう。患者も鍵詰めで窓枠あんまり見ていないと思うので、閉鎖空間まだまだ確認できていなさそうですね。さあただしここでノーアンが引き止めるが時間切れで切れていきました。はい、が追われていくでしょうか。板が倒れています。そうですね、ただこの土はゲージがあまりない。あ、ここは鬼没ではい出していきまして、さあここは猫、もうダメだっていう感じですね。いやー、案外一逃げですね。こちら一逃げとなっていきました。